22年目の紀藤、立ち上がりからボールが高めに浮いていました。ワンアウトから2番の堀、ワンエンドワンからレフト線です。堀のツーベースの後は得点圏打率3割9分の3番福浦、ショート沖原、センター飯田、グラブに当たって記録はツーベース。ワンアウト三塁二塁になって4番のマット・フランコ、最近5試合打率2割もここはコンパクトなバッティング、3連続ツーベース。堀と福浦帰り、今日も千葉ロッテが先制します。千葉ロッテの先発はセラフィニ、3回まで2安打ピッチングでしたが、4回先頭は山崎、追い込まれたんで何でも打っていこうという気迫の一打は2試合連続13号ソロホームラン、楽天1点差に追い上げます。しかし5回の千葉ロッテ、ノーアウト1塁から福浦の1塁ゴロ、福浦アウトになりますが、ランナーの堀に送球が当たり堀は3塁へ。ワンアウト3塁になって初回2点タイムリーのフランコ、初球のフォークをうまく拾って自身今日2本目のタイムリーツーベース、再び2点のリードとなります。なおもこの場面、先発の紀藤、ここは打ち取ります。5回までなんとか3失点で抑え、その後はリリーフ陣に託しました。食らいつく楽天はその裏、ツーアウト1塁から2番の沖原、ヒットでつないでツーアウト2塁1塁、セラフィニを攻めます。3番の吉岡、フラフラフラ、ライトの前、落ちます。タイムリーツーベース。佐竹帰り、再び1点差です。そして8回です。先頭は5番のロペス、チーム9本目のヒットです。今日も終盤で見どころを作るか楽天。続く高野はバントをして上がった打球ヒヤッとしますが、結果はバント成功、ワンアウト二塁です。7番の飯田、ワンボールから右中間抜いていきます。この打球、ダイソーの長池、三塁を回る、タイムリーツーベース。3対3、追いついた楽天、試合は延長戦に入っていきます。楽天は9回から福森を投入して、福森自身3イニング目となる延長11回、ワンアウトで里崎、磯部取れません、記録はツーベース。続くは大塚に代わる平内、今シーズン2本目のヒットが連続ツーベースになって4対3、千葉ロッテここで勝ち越します。そして当然その裏は小林正秀、ワンアウトで磯部、今日は5打数ノーヒットも6打席目にしてこのツーベース。まだまだチャンスが残ります。この後沖原のセカンドゴロでツーアウトながら三塁に進んで吉岡、なんとツーアウトからのタイムリーヒット。吉岡今シーズン初めての猛打賞、4対4。楽天は続く12回裏にもツーアウト二塁一塁と攻めましたが、最後は小林正秀が意地を見せました。試合時間は5時間15分。